こんばんは高野ノクですまたちょっとブランク空いてしまいましたけれどもすいません今回もコメント返しをしていきたいと思っておりますまだまだですねたくさんのコメントが寄せられておりましてコメント返ししきれていないんですけどまあ全部日にいちいちコメント返しする必要もないかななんとも思ってはいるんですけれどもねとにかくなんかすごい勢いでまあこのチャンネルの規模からしてみれば結構ね コメントのない日ってなくなってきてて、まあ、それはそれで嬉しいんですけれども、まあ結構ね、読み逃しているところもあったりもしてですね、どうしようかなって感じですね、なるべく目通さなきゃなと、まあ目通してはいるんですけど、時々、あしまった、全然これ目通してないや、みたいな、特に返信みたいなところってなかなか 目にかかなかったりもするのでもう随分前にそのどなたかがお書きになられたことに対して追伸みたいな感じで返信っていうところでまた意見が書かれていたりするのを見逃していることが多かったりもするのですいませんなるべく気がつくようにしますところで本当嬉しいことにですね多分ね「まっこい嫌いなマイルス」という動画にたくさん こうアクセスが来たからだと思うんですけれどもそれを境にですねなんとチャンネル登録者数がもう2700超えてるんですよね3000までいっちゃうのかななんて私これ始めた時はですね 線行けばいいかなと思ってたんですね。線行ったらもうやめようかなぐらいな感じね。ただ、線を超えるまでどれぐらいの時間かかるのかななんてちょっと生ぬるーく自分のことを実験材料としてですね、観察してみようなんて思いもちょっとあったりもしたわけですよ。多分行かねえだろうなと思ったんですね。なんでかっていうと、線って私の中で一つの大きな数字なんですよ。どういうことかというと、まあ、ちょっとね、ただでみ、 見聞きできる YouTube 動画とあと書籍雑誌とはちょっとまたお金払ってね読み読んだりするね書籍雑誌とはちょっと次元が違うのかもしれませんけど敷居の差っていうのもあるんですけれどもやっぱりねコアなジャズファンっていうのは多分私日本全国まあ34000人いるかいないかぐらいだと思ってるわけですねでその、まあ、た仮に、まあ、少なく見積もって3000人だとするじゃないですか。 そうすると1000っていうのはその3分の13人に1人が何かしらあのこう購買するとか聞くとかっていうアクションを起こしてるわけですよねこれってめちゃくちゃすごいことだなぁなんて思ってまあちょっと3000人は少ないかなでも1万人はあくまで私の体感値ですけれどもいないと思うんですよまあ 例えばまめにそういうジャズ評論の本とかあと、まあ、ジャズ関係の書籍ですよねミュージシャンの伝記だったりとか学理分析の本とかそういうのが新刊に出たら必ずじゃなくてもね3冊に1冊ぐらいは買ったりとかなるべくジャズ雑誌を 立ち読みでもいいからこうチェックしたりとかしてるような人ってそういう層っていうのは意外と少ないような気がするんですまあライブに行くって人はもっともっとたくさんいると思うんですねだけどその楽しみのためのイベントに行く層とそれだけでは終わらないぞみたいなねどっちかというとそのジャズの楽しみあるいはジャズの難しさジャズの奥深さを探求していこうというねあの既得な既得な <laughs> とって言うと変んだけれどももうそういうもういも少し奥の方まで行ってみたいっていうね好奇心旺盛な人みたいな人っていうのはかなり人数限られてるんじゃないかなって私は思ってまして <laughs> っていうのは以前私はあの新興ミュージックさんからですねジャズビジネスマンのためのジャズかっここっそり入門っていうタイトルの本を出したことがあるんですね。それでスリブスが最初 2000だったんですよでも2,500部あの吸っていただくことになったんですねで2,500部っていうのは結構破格な数字だそうです編集部のお話によると普通は良くて2000だそうです例えば某ジャズ評論家の方の本でも2,000が標準。 でもうちょっと売れそうだなと思ったら2500を所づり部数にするそうでなかなか3000っていうのはいかないみたいですね他の例えばもう少しあちょっと私の方高いんでね2000円ぐらいするんですけども2000円ちょっといかないかぐらいかな2000円弱かなそれぐらいなんですけどもその定価よりもっと安い例えば新書ってあるじゃないですか1000円前後で買える1000円よりちょっと安いぐらいのそれも、あのー、安いからって 部数多く吸ってるのかなと思いきやですねいきなり書刷り1万部とかね、まあ、有名な著者は別ですよだけど何が当たるのかわからないのでまずはやっぱりね3000部とか5000部ぐらいで1回出してみてで様子を見ながら増刷をかけてみたりするようなんですね。だからそういういテーマと 割と近い、まあ、新章のすり部数には劣るかもしれませんけれども割とそれに近い部数で出していただけたこと自体が私にとってはとてもありがたくですね、まあ、逆に言えば、まあ、編集部とか、まあ、出版社の見立てだと、まあ、こういう内容の本だったら2000人か2500人の人に響いて日本全国ねおんのじだろうぐらいな計算というか、まあ、そういう出版社独自の計測値というのがあったんでしょうね。だから あのまあね、新興ミュージックさんっていうね、まあ、音楽をメインとするされている出版社がこう測っている部数っていうのをかなり正確だと思うんですよね。それで、まあ、そういう2,500人がまあ市場規模かなっていうふうに見立てていた中でそれで。 1,000超えるっていうのは、まあ、YouTube に話し戻しますけれどもで YouTube で1,000人もねジャズに興味持って聞いてくれる人いたらまあそれはそれですごいことだよなってそもそもそうやってね音楽も書けないでジャズのことをああでもないこうでもないうんたらかんたらただうだうだ喋ってるだけの動画に1,000人も普通集まんねえよなと思いながらね、まあ、本だったら読む意思がある人がね お金払ってわざわざ買ってくださるのでね、まあ、そういう既得な失礼しました既得っていうとあれかもしれないけどそういう探求心旺盛な人が、まあ、2,000人とかね2,500人いる中ね 別にただで聞けて気軽に聞ける中こんな重苦しいというかですねどうでもいいことをですねうだうだ喋ってるのに1000人も普通お客,お客さんじゃないかもしれませんけれどもね、まあ、野獣馬がてらな人も多いと思うんですけれどもつかねえよななんて思っていたわけですよそれが2000超えって2000超えた時もちょっと本当びっくりしたんですけれどもねただだんだん やっぱり YouTube のそういう紹介システムアルゴリズムのあれなんですかね何か一つの動画がバズったりとかね、まあ、バズるほどではないんですけれどもただこの動画チャンネル規模からしてみれば十分なバズりなんですよまっこい嫌いなマイルスっていう動画はね。 自分でもなんで今頃こんなにたくさんアクセス来るんだろうって思う、もう録音したこともあんまり覚えていないような動画がある日突然ですね、すごいコメントが来たりとか、すごい数のね、コメントが来たりとか、再生数を見てみると、もうびっくり、今までのアップした動画の中の多分再生数ベスト3に入ってるんですよね、それぐらいなんで急に増えたんだって、で、増えると多分、紹介される。 関連動画みたいなの増えるんでしょうかねそれでいろいろ流れ流れてですねいろんな人の目につきそれで再生されていてでここのところチャンネル登録者数の数とあと再生数の伸びが今までに比べるとすごく早いんですよねでその辺りとてもびっくりしていますけれどもねなのでまあようやくいろんな人の耳に届くようになってきたのかなっていうのが現在の私の体感値です。 ですので、あのー、例えば今まで1000、ね、人超えなかった頃っていうのはやっぱりよっぽどの、ね、コアな人ばっかりのコメントだったわけですよだからほとんどがやっぱり私の、あのー、話させていただいた内容に賛同する意見がほとんどだったんですよところがもう最近になるといろんなもう玉石混交というかですねあの批判的な、ね、意見もコメントも寄せられるようになってきてるんですよ でそれこそがやっぱりいろんな人にあの届いているかなーっていうことの証しかなーと思うとようやく少しずつあのあんまりジャズに関,係あの関心のない人だったりとかジャズに関心があるんだけれどもこの動画のことを知らない人の耳に届くようになり始めてきたかなっていうのがそのまあ批判的なね批判ってほどじゃないんですけれどもまあ あの賛同ばっかりなコメントだけではなくてですねちょっと物申す的なコメントも少しずつ散見されるようになってきたのは、まあ、健全なことだと思いますしより広く広まってきた証拠なのかなと思ってむしろ私は喜んでいます。と同時にですねやっぱり面白いなと思うのはこの私自身すごくそうなんですけれども私自身の考えなんですけれどもねやっぱり批判とかね好き嫌いの嫌いを言う時こそ言って たほた時ほどその人のインテリジェンスがあらわになる問われてしまうっていうところがありまあいいんですよ別にあの私のこの動画なんて本当に即興で適当になことをうだうだ喋ってるので反感持たれる方いても当然だと思うんですよただ気をつけなきゃいけないのはそのね 批判的な意見反対意見を述べるときほどその人のインテリジェンスがもうすごくあらわになってしまったりもするのでああなるほどねこ,うこの人こういう考えでこういう感じの人なのねっていうのがむしろ賛同の意見よりも見透かされてしまうあのリスクもあったりもするのでそれは気をつけた方がいいかななんて私自身思ってるんですよっていうのは なるべく私はあのスタンスとして反対な意見っていうかね、批判的なことは述べないようには気をつけてはいるつもりなんですね。ただ以前、視聴者さんからのリクエストでね、嫌いなジャズも教えてくださいっていうね、あのー、 リクエストもあったのででそれを答えるような形で私の嫌いなジャズというタイトルの動画をかなり前ですけどもアップしたんですねそうすると最近だとあの Google とかでジャズ嫌いとかって検索すると私の動画が結構上の方にアップされるので、まあ、多分それで結構視聴されている方も多いかなと思うんですけれどもねただ聞いていただければ分かる通りやっぱりねそういう批判的な意見どちらかというとネガティブな話をするときっていうのは やっぱりちょっと気使うというか私自身もちょっと気をつけてるつもりなんですよだから聞いていただいた方はわかるかもしれませんけれどもやっぱりね相当な覚悟を持って喋ってはいるんですよねまあ最後はちょっとあのしりきれとんぼみたいな感じになっちゃってはいるんですけれどもまあまずは大前提として そんなにないよって話をしてだけどもやっぱり、ね、そういうジャズ表現に命を懸けているような人たちのね表現行為に対して物申すというか好きとか嫌い言うにはちょっと覚悟がいるんだよね的なことをうだ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 喋った上で本当に個人的な、ね、趣味であの嫌いなものもちょこっとあげたりしてるんですよね。だけども まあそれぐらい私としては気使ってるつもりだし、まあ、なるべくねあの視聴者さんのリクエストに。 ううような形でだけどもちょっと覚悟がいるよう的な話を前置き的にすごく長く喋ったつもりなんですよ。まあ随分前のことなので何話したか半分忘れてはいるんですけれども多分そういう気持ちで臨んだことは覚えているんですよね。なのであやっぱりね批判する時とか反対意見を述べる時ほどやっぱりちょっと気をつけなきゃいけないなとは思ってるんですね。でだけどもやっぱりね批判とか反対意見が 登ることの方が私は健全だとも思っていてですね賛成意見ばっかりだとちょっと気持ち悪いじゃないですかっていうかあのやっぱりそういうね奇妙に賛成意見とか称賛するものばっかりがあるとそれはちょっとおかしい現象だぞとも私は思っています。例えばば用学者っっっかりりがいいいるようなそういううなそ政権っていうのはやっぱり あ健全な政権だとは思いませんしねあとはもう長賃記事ばっかりがバッコするような商品あるいはサービスあるいはそういうまあエンターテイメント作品ですよねもう大絶賛長賃記事ばっかりみたいなのっていうのはやっぱりその業界は健全じゃないとも思うんですよなぜかというと甘やかされちゃうからなんですよ賞賛の声ばっかりが届いてまあそういう 問題提起みたいなものがされない中でそれでまあこんな感じでいいんだってねあの自分の表現行為顧みることなくですねあこんな感じでへーへーまたこれで褒められればいいやって感じでだんだん まあ、もちろんね疑問を持ってストイックな人もいるとは思うんですけど表現行為にだけどもそれに甘やかされちゃってで手抜きをするような人たちも出てくると思うんですよねでそういう業界が健全であろうやって感じなんですよねだから全然ねあの批判みたいな意見っていうのは私はもう大歓迎ですしあとまあ 時々やっぱりね私だって人間なのでちょっと傷ついたりもしますしカッとなったりすることもあるんですけれどもでもまあねそういうことが出始めること自体がやっぱり多くの人たちに行き渡ってる証拠かななんて思い始めている今日この頃でとっても嬉しいなと思っているのが正直なところなんですよね。でやっぱりね批判する時とかっていうのは、まあ、私も気をつけてはいるんで,でも気をつけきれてないこととかもあるんですけれども。 あのやっぱりねインテリジェンスがあらわになっちゃうのが一つとでもやっぱりね、まあ、よく私寺島さんのことを訴訟に載せてるんですけど、まあ、そこにね敬愛の念みたいなものはやっぱり必要かなっていうのが一つとそれかやっぱり。 できることならですね、やっぱりユーモアの精神っていうのも根底には必要なんじゃないかなとは思ってはいます。そうじゃないと、ただ単にののしり合い合戦で不毛なですね、あの罵詈雑言、傷つけ合いみたいになってしまったりもするんで、なんて偉そうなこと言ってますけど、私自身ね、それでいろんな人傷つけちゃっていることも過去にあったりもするので、その辺はとてもね気をつけなきゃいけないなとは思ってますけれども、なかなか難しいですよね、その辺のね、調整みたいなものはね。ましてや <laughs> 今、これ何にも台本なしでですね、適当にベラベラ喋っているので、これからいろいろコメント紹介していくつもりではあるんですけれども、まあ、あのー、結構、最近はだいぶお、あれになってきましたけども、落ちてきましたけど、まだね、ちょっと瞬間違和感式的なところ私あったりもするので、まあ、なるべくですね、そうならないように紹介していこうかなと思っていますけれどもね、まあ、 あのそんな前置きをもう15分以上うだうだ喋ってる俺は何なんだってでもそういうところがまあ嫌な人にとっては嫌なんでしょうね <laughs>、まあ、すいませんそういう人はもう聞かんでくださいって感じでだいたいいつもこんな感じなんでね。 えーまあ、ここまで聞いてちょっと嫌だぞと思った人はすいません15分間お付き合いいただいて申し訳ありませんでしたって他の動画も大体こんな感じなのでですね多分聞かない方が時間の人生の時間の無駄にならないと思いますねだけど中にはねこういううだうだ話が割と、あのー、体質的に合ってる好きだっていう人もいたりもするので私はねそういう人に向けて語りかけているつもりで喋っているので、まあ、生理的に合わない合うっていうのはあると思うんです まあ、会う人だけ聞いていただければなと思っております。ということで、えー、早速ですが、早速っつってもう16分過ぎてるぞって感じですけれども、えー、いただいたコメント、ちょっと体力の許す限り、まあ、体力、まだ晩飯食ってないんだよね、今、まあえー、これ、録音してるのがですね、えー、2021年の4月2日で、もうちょっとで4月3日になろうとしているときなんです、時間、タイミングなんですけれども。 まあちょっとねお腹がもう限界だぞってなったらやめますけれどもあと長すぎてもね聞いてる人もだんだん眠くなってきちゃったり退屈してしまったりもすると思いますので、まあ、ほどほどで切り上げていこうかなとは思いますけれどもまずは河合、えー、アンディさんからの書き込みです河、えー、いアンディさんどうもありがとうございます生のマイルス私は二度でしたあ、二度見たのかな、えー 高校生の頃アガパンでマイルスにはまり、まあ、アガルタとパンギアですねで最初は奇跡の復帰公演を一日千住の思いで待ち望んだものでしたおじゃ結構高校生私より10か20ぐらい年上の方なんですかねで大阪のこれは扇町っていうのかな扇町プールという場所でした引退説が アルバム「The m ア n with the Horn」が発売されシンプルなサウンドになったなぁと思いアガパンのようなぐちゃぐちゃなものを期待していた自分としては復帰公演がどうなるのか複雑な心境で見に来ましたメンバーがリズムを刻み演奏が始まってマイルスが登場した時遠目に見たマイルスはえらく小柄な人なんだなぁと感じたただ印象の薄いコンサートで聞いたというよりマイルスを見たという感じだった それから2度目は83年の大阪フェスティバルホールのギド・エヴァンスとのダブルコンサートこちらはマイルスとバンドのまとまりが素晴らしくマイク・スターンとジョン・スコフィールドが印象的だったああ行きたかったなーこれねあの復帰後のねあのペペの帽子をかぶっているあのライブはあのマーカス・ミラーがベースのやつですねアルフォースターがドラムそれは私映像でもうしょっちゅうしょっちゅうもう見てるのでまあ内容を結構頭にあと ウィーウォンとマイルスも愛嬌版なのでよく聴いているんだけどこのギル・エヴァンスとのやつねダブルギターのやつはちょっと興味ありますねでコンサートが終わり客が少なくなった時目の前をギターの根っこを持ったマイクスタンが通り過ぎていったのでえーそうなんだ後をついていくとギル・エヴァンスやビリー・コブハムピート・レビンなどがいてみんなにサインをもらったへえ残念ですが当然ながらマイルスには会えなかったな へえ、そうなんだ。ビリー・コブハムとか、ギターを持った <laughs> マイクスんってなんかレアですね。へえ、多分マイルスは楽屋がいつも他のメンバーと違ってたらしいんですよね。だから、例えば、あのサイドマンが5人いたりすると、そのサイドマンが5人分の部屋が1つの部屋で、隣の部屋、大部屋がマイルス1人の部屋だったみたいですよ、こういう時は。 だからもう別格というか別扱いだったのかもしれませんね。へぇ、そうなんだね。結構レアな体験されてますね。河合アンディさん。なかなかあのレアな体験書き込んでいただきましてありがとうございます。こういう書き込みがあるからね、いいですよね。<laughs> やめられない、止まらないって感じですね。ありがとうございました。じゃあ次のコメントを紹介していきたいと思います。RK さんですかね。 これは私が嫌いいいいなジャズという動画にたただいたコメントです私個人としてはハードバッパーのミュージシャンがスタンダードナンバーをリラックスして演奏していると思えるものが好きですねなぜなら私もリラックスしたくて聴くことが多いからです聴き方によるのではないかと思います学生時代にフルバンドの楽譜を見ながら音源を聞く機会は多かったですねその頃はあ多かったですね 激しい演奏技術のもの、もつまりやたらとんがってるものだけを評価するなんだか体育系のような連中もいました私が肩が凝る聞き疲れする聞き方やそれを強要されるのは勘弁してほしいと思います北風と太陽のグ話のようにこれでもかこれでもかとゴリゴリ詰め寄られるよりも一歩下がったところからやんわりと来られると心を開きやすいのではないかと思います サボイから出ているカーティス・フラーのブルース・エットは名盤中の名盤ですが大好きですベタですがファイブスポットアフターダークはいつ聴いても良いですね A&M から出ているアントニオ・カルス・ジョビンのシリーズは聴き応えがありますし BGM として聴いた場合はこれ以上の贅沢はないと言えるものだと思いますというコメントでした RK さんありがとうございます、まあ、おっしゃる通りだと思います、ね、結構スムーズでソフトなジャズがお好きなのかもしれませんね だから、まあもちろんね、私はどちらかというと、あのー、多分、RK さんの学生時代にいためんどくさいやつ的な気質の持ち主のような気もするんですよね。いだにこう、とんがってるもの好きですし、なんか、 高度な理論で難しい演奏技術のものに憧れちゃったりとかそういうのって正直私わからないんですねはっきり言ってわからないというか謎が多いんですよだから謎が多いからまた何でだろうと思って探求したくなってまた聴いてしまうみたいなタイプの人なんですよだからもうなんていうのかなだからこう全体像が見えてしまうともういいやっていう風になっちゃうような気質の人なのかもしれません私は。 だからね、もちろんねあのカーティス・フラーのブルースエットとかやっぱりあのハードバップも好きだったりもするのでやっぱりそういう和む演奏とかリラックスできる演奏とかも好きなんですけれども私の場合どっか かね、こうチャレンジャー的なとこあるのかなみたいなね <laughs> とあるんですねも,あもちろんね、あのー、そういうリラックスできるほんわかムードが好きなジャズ柔らかいジャズアレンジが統制取れてるようなジャズが好きな人にこ,のこんなのダメだこれ聞けグリグリグリぐりみたいなね耳をかっぽじって聞け何ナンパなことを言ってんだこの野郎は聞けみたいなねフリージャズこそがコルトレーンこそアーチシェップこそ ジャズじゃーなんて、そんなの聞いてるお前はナンパだーみたいな風な感じで、強要するつもりはもうとありません。<laughs> ただ、ちょっとね、あ全然 RK さんに反論するわけじゃ全然ないんですよ。ただ、あのね、肩が凝るジャズ好きな人、聞き疲れするジャズが好きな人もいるということも分かっていただきたいなと思うんですね。まあ ほらサウナでもさ何でサウナなんだってあそういえばそう最近サウナ行ってないなーなんて話をさっきしていたからかもしれませんけれどもほらあの80度から100度の高温サウナが好きな人もいれば、ね、あの40度から60度ぐらいでの、ね、スチームサウナ好きな人あと女性なんかだと40度から50度の、まあ、リラクゼーション効果を狙った、ね、ミストサウナ好きな人とかもいるじゃないですか。だからあのサウナ1つとっても、 あの好きな温度ってあるわけですね、これぐらいの温度がちょうどいいよな、そんなね、100度なんてね、とてもとてもっていう人ももちろんいます逆にこの短時間で、あの100度ぐらいのねサウナに入って、うわー、入ったぜーっていう、その爽快感がたまらないぜーって言って。 体質の人もいたりももすするわけですよねだもちろんねそういう100度の、ね、高温サウナがを好きな人がどうだお前も1回ぐらいは高温サウナ入ってみろこの軟弱野郎が何が40度50度のリラクゼーションミストサウナじゃっていうのはいけないと思いますよそういう強要するのは。 だけどねそういうチャレンジ精神みたいな人例えばジドリアンって昔流行ったじゃないですかこうラーメン児童野菜増し増し油増し増しを征服するのが快感だみたいな人っているじゃないですかで、まあ、そういう人がね 例えば薄味のラーメン好きな人にラーメン自動食えやーっていうのはいけないと思いますけれどもただそういう征服する喜びっていうかねちょっと自分苦痛を味わってその苦痛を克服した時の喜びみたいなその先にある何かみたいなものをね求める体質の人っていうのもやっぱりいるし特にやっぱりねフリージャズ好きな人ってそういう体質な人多いような気がするんですよね。 まあ私もね、割とそういうところあったりもしますね。我慢が好きっていうとちょっとマゾみたいですけど、いや、決して我慢じゃないんですよね。何か、その表現のもうちょっと先、奥にあるものが何なんだろうみたいなことを、なんかね、もちろん考えたって結論出るわけないんですけれども、なんか考えたいみたいな、そういう考えてる俺が好きなんじゃなくて、考えてる時間が好きなんですね、私の場合はね。それで終わったときに、 なんとも言えないですね爽快感が必ずしもあるわけじゃないんですけど終わった後のそのちょっと解放された感じがなんか好きみたいなねそういうあの人もいるということはちょっとご理解いただければななんて思いながらそういえば今かんバックで流れてるのが「アセンションパート2」だったりしますけれども <laughs>、まあうん、まあそういうね 私の気分も分かってねっててねいうところももあります、ね、いやもちろんね、ファイブソフトアフターダークも好きで、だから要は私、節操ないんですよ。そういうのも好きだし、あと、激しいのも好きだったりもするんですよね。だからこの間も私、猛虎タンメン行ったんですけど、でもどんどん話が、<laughs> あの、と <laughs> ちらかっていきますけども、あの激辛道っていうドラマーがこの間最終回迎えたんですけれども、まあ、要は営業マン、ドリンク会社の営業マンが、そういう、 数々の辛い料理を食べて人生の辛さとか人生の。 奥深さを学んでいき少しずつ営業マンとして成長していく物語なんですけどちょっとこじつけ的に、ね、で毎回毎回そういう辛い料理がいろいろエスニック料理だったりとかイタリア料理だったりとか出てくるわけですけれども最終回だと猛虎タンメンだったんですねえ最終回で猛虎タンメンかよって思っちゃったんですが失礼しました猛虎タンメンのファンの皆さん、まあ、まあ私も時々猛虎タンメン行くんですよで北極ラーメンとかは私全然平気で食える人なんですけれども それでその最終回が蒙古タンメンだったんですけどそこで初めて知ったんですけどっていうかまあ知ってろよみたいな感じですけど蒙古タンメンで一番辛いのがあの冷やしみそなんですね冷やみって言われてるらしいんですけどマニアの間では冷やしみそラーメンって私食べたことなかったのでそれでそのドラマでは冷やしみそが一番辛いんだよってことを話しててそういえばあの蒙古タンメンの食券 いやもこタンメンはいつも食券買うんですけど食券で冷やし味噌ってあったんですけど私いつもスルーしてたんですね冷やし味噌だからそんなに辛くないだろうなと思って実は冷やし味噌が一番辛いと思ってそれで先日早速もこタンメンに行きましてですね冷やし味噌を頼んで食べてみたんですけれどもまああの暴力的に入った唐辛子の粉パウダーが喉に詰まって蒸せなければまあ全然私いける範囲だったんですけどやっぱり ちょっと喉に詰まらせないように注意しながらチュルチュルチュルってすすっていくこの慎重に食べてでまあそこそこ辛いわけですよその辛さに我慢しながら辛さを我慢しながらねでもそんなにあれなん例えばこれ私あのエチオピアってカレー屋大好きなんですけど神保町にあるねエチオピアの最高が75なんですけど大体私75で頼みますねでも75っていうと あのお客さんが周囲にいると注目されるのが嫌なんで最近は遠慮して、まあ、50でなんて言ったりしてますけどでも50ででも注目されちゃったりしますけどね、まあ、それぐらいは平気でいけるんですよでほらエチオピアの場合ほらカレーってスパイスの集合体じゃないですかだからいろんなスパイスがブレンドされた上で醸し出る辛さじゃなくて蒙古タンメンの辛さっていうのは一直線の辛さなんですね割とねだからもう暴力的に赤唐辛子をガーって入れてあとはまあ 肉とか野菜でこうマイルドにうまみを取った感じ中和させてみたいなねその2つで基本形成されてる味なの割と単調っちゃ単調ででも甘辛って感じまあンメ麺の場合は旨辛日本一辛うまだっけな辛うま日本一を標榜しているんですけども私の場合ちょっと甘辛って感じ野菜とか肉辛から醸し出る甘さと いやそれを相反するかのようにそれを引き立てるかのような辛さ一直線な辛さみたいなねまあ長々ごめんなさい長々と喋っちゃってねだからそれをね克服する喜びみたいなまるでなんかフリージャーズカオルのライブアットガヤを聴いてるような気分で私は蒙古タンメンの冷やし味噌ラーメンラーメンだったかなを食しましたけれどもねちょっとね820円の割にありを少ねんじゃねえなんて思いましたけどまあまあチャレンジメニューなのかもしれませんねまあ そんな感じでですねそういう蒙古タンメンの辛いのにチャレンジするのが好きな人もいればあのフリージャズ我慢して難解なものとかとんがったものがなんか好きだよっていう人もいたりもするんですまあたち悪いのは本当は嫌いなのに分かったふりしてでファッションとして俺はこんなの聞いてるぜこんなの分かってるぜっていう人はまあたち悪いというか、まあ、RK さんからしてみればまあそういう人嫌だよねっていう感じなのかもしれませんけれども本当にね純粋に。 ただ単に浴びるのが好きな人、そういう音の塊を浴びるのが好きなような人もいるんだよーってことを分かっていただけると嬉しいかなーなんて思っております。ということで、RK さん、き込みどうもありがとうございました。で、次も、あまた河合アンディさんからですね、ありがとうございます。えー、これはコメント返し、チャーリー・パーカーの音楽、市岡仁さんの本を紹介した動画にいただいたコメントですね。ジ、えー、ジャズレジェンズ。レェン ダウンビートアンサロジーでのインタビュー記事でモダンジャズとは何ですかに聞いていたところを思い出したパーカーはジャズに超絶技巧を持ち込んだと言っていたなまあそうですね、まあ、パーカーはめっちゃ超絶技巧ですよねでやっぱりね超絶技巧をなぜ持ち込んだのかっていうまあもちろん吹きたかったからそういうふうにやりたかったからとかまあそういう自分自身の技量の限界への挑戦とかまあ自分自身のね うちに向けられたそういううちからの欲求みたいなのもあるんですけども社会的なあれも考えるとやっぱりねビバップ生まれた背景とか黒人の意識っていうのはやっぱりね今度こそ白人に搾取されない音楽を作るぞっていう意識があったと思うんですよ。 例えばほらジャズってやっぱりあの黒人が一番最初に始めてるわけじゃないですかそれでまあクレオールとかもいますけどねそれを譜面組織化していったとかねまあいろいろ複雑な歴史をたどっているんですけどもまああのブラックな人からしてみればやっぱり俺たちが作った音楽を 白人がいつの間にか商業ベースに乗せてるじゃねえか、ベニー・グッドマンとかね。白人の音楽にいつの間にかされてるじゃねえか、グレン・ミラーみたいなね。それで白人ばっかりがヒーローになってんじゃねえか、ジン・クルーパーみたいなのもあったりもするんですよね。だから俺たちがルーツで始めたのがいつの間にか商業ベースに乗せて、なんか、 いいとこ取りしちゃってるじゃねえかいつの間にか白人がっていう思いもあってだったら今度こそ白人にはパクられない音楽絶対無理なやつ作ってやるぜっていうような意識もあったんじゃないかなと思うんですよね。でほら賢いパーカーのことですから、まあ、そういったところも察した上で,で自分なりのですねでいろいろ研究に研鑽重ねて研究だけじゃなくて肉体の 点算も重ねあのようなななに達したんじゃないかなと私は思っておりますということで、河、え、合、ー、アンディさんどうも書き込みありがとうございました。で、次も河合、えー、アンディさんから、これは、えー、コメント返し、パリブルースについてですね、エレピの理由、なぜギル・エヴァンスはピアノとエレピを使い分けているのか、これはあのスティーブ・レイシーっていうソプラノサックス奏者とギル・エヴァンスのデュオのアルバムがあるんですね、素晴らしいアルバムなんですけれども、それで私はこの動画で、 ギルエヴァンスがね、曲によってエレクトリックピアノを弾いたり、あるいはピアノ弾いたりとかしてるんですね。なんで弾き分けてるのかっていうことについて語った動画だったと思いますけれども、<laughs> まあエレピの理由ってサムネイルだからきっとそうなんですよね。っていうか、ほとんど覚えてごめんなさいね。私もう喋っちゃうと忘れちゃう立ちですね。いかんですね。でも多分そうだとすると、えー、それを聞いてくださって、でわざわざそのパリ・ブルース聞いていただいたんですね、えー。アンディさんどうもありがとうございます。 でそれの感想ですが、レイシーとサウンドの対比が音楽として雰囲気がいいねって、うーん、そうね、その通りです。いいところついてますね。まさにその通りだと思います。こう、いいムードを独特なムード醸し出していますよね。もう個人的には本当真夜中、真っ暗な漆黒の真夜中って感じがします。そのムードってね、とっても私、 こののアルバムならではの雰囲気だと思ってますし、まあアドリブがどうのとかねいろいろアプローチがどうのって、まあ、話せばキリがないしいろいろですねいろいろな角度から切れるアルバムだとは思ってますけどそれ以前にもう私はこの音色とカモし出る雰囲気が大好きなアルバムですね、まあ、ちょっとヘビーなところもあるかもしれませんけれども、まあ、ぜひですね聴いていただければと思います未ちの方は。 では次いきます。あ、また RK さんですね。どうもありがとうございます。フガフガ系テナーサックスというサムネイルの動画にいただいたコメントです。バップトロンボーンの第一人者と言われた JJ ジョンソンは、実はクールなスタイルだと評論する人がいるのは有名な話ですが、その JJ と熱いバトルの、熱いアドリブのバトルを繰り広げたのが、こちらもクールスタイルの代表者、スタン・ゲッツ、テナーサックスでした。 ゲッツ j j というアルバムで2人のね線を聞くことができます。あれ、アットジオペラハウスかなバーブから出ている。で、私は一番最初に聴いたスタン・ゲッツ、実はアットジオペラハウスだったんですね。で、j j ジョンソンも、あでも他のアルバムでも聴いていたかもしれませんけれども、これでゲッツ聴いて、あんまりゲッツには響かなかったんですね。<laughs> むしろ JJ ジジョンソンに響きましたけれどもね。ゲッツはその後、直後ぐらいに友達が買って、それでテープに吹き込んでもらった、 やっぱりね、クール時代のゲッツですよ、あのカルテッツ、スタンゲッツカルテッツで、おーカル、スタンゲッツ、えー、あの、この間聞いたオペラハウスのゲッツは随分違うじゃんって、こっちの方が全然ムーディーでいいじゃんと思ったものですけれどもね、まあ、確かに熱いバトル繰り広げてますね、やっぱ JJ すごいよねって思いますね、あの、確か、ブルース・イン・ザ・クローゼットとかやってたと思いますけど、すごいわって思いました。で、 えー、あと、マルチサックスプレイヤーですが、グローバン・ワシントン・ジュニアは、ソプラノかバリトンまで、どれを吹いてもメインの楽器のようによく歌っていますね。アルバム、ワインライトは私の愛着版ですあ。私もワインライト持ってないんだけど、好きな人がいて、カセットテープに録音してもらったものはうちにあります。だけど、再生するデッキが壊れちゃっているので、聴けてないなーって感じですね。 うん、あでも RK さんこの辺りがすごい好きなんですねやっぱトロンボーンがお好きなんですかねうん私もねトロンボーン大好きですよ特にあの板谷博さんっていうねトロンボーン奏者に一時期アンサンブルを習っていたこともありますので本当にトロンボーンのすごい達者な本当にプロの方の生音にこう接して接する機会が多かったのでますますトロンボーンという楽器の魅力それもまろやかなサウンドだけではなく 実はトロンボーンってその気になればものすごく攻撃的な音も出せる楽器なんだなってトロンボーンの怖さみたいなものも結構体感していたりもするんですよねだからそういうのをね味わっている中でまた再びですね JJ ゾンソンを聞くとなんでこの人すごいいい人なんだろうなって改めて思っちゃったりもしますねということで、えー、書き込みどうもありがとうございましたで次ですねこれも私が嫌いなジャズ のという動画にいただいたコメントですね。これは、カイザーシ,シ,シギスマンドさごめんなさい、読めなくて、えー。カイザーさんです。どうも。えー、シグモンドさん。シグモンドさん、まあ。ごめんなさい。全然ダメです。アホとかバレてしまいましたけど。<laughs> えっと、読みますね。えー、オーネット・コールマンなど、フリージャズは基本的に苦手ですね。 コルトレインは好きなんですが末期のフリージャーズに傾倒していった作品はどうも苦手です。アセンションだったかな ?1 曲目を友達に聞かせたらこの楽器、これは楽器の練習かと言ったのを今でも覚えています。あたらららあたらららまあ確かに吹奏楽部がなんかおのおのめいめいがこう音出しをして。<laughs> それで、なんか楽器を温めてるような風に聞こえなくもありませんね。まあ、確かに、聞きようによってはそう聞こえちゃうかもしれませんね。まあ、まあ、晩年のね、コルトレに関しては本当賛否両論で、いまあ、未だに好きな人と嫌いな人が極端に分かれるのはとてもよく分かりますよ。まあ、うん、それはそれでいいんじゃないですか。私だって最初は全然でしたよ。分かりなかったし、それこそ私もアセンション聞いて、これは <laughs> 楽器の練習かって最初は思ったものですよね。 だけど、まあ、いろんな、ね、あの本読んだりとか、まあ、やっぱり、ね、こう記録、文献みたいなものって本当、鑑賞の補助線でした、私の場合は。そういうレコーディングの記録だったりとか、あとコルトレーンの生涯いろいろな他のアルバムを聞いていく中で、つまり点として聞くのではなくてですねそういう線であの追っかけて聞いて順番に聞いていったりするとあこういう風に流れていくのも。 なんとなく分かるような気がするななんてねちょっとコルトレーンの気持ちに一生懸命なろうとしてもちろんなれるわけないんですけれどもねまあなるほどねっていうのもすごくあったりとかねあと他の楽器奏者のねだんだんほら聞き慣れてくるとコルトレーンだけではなくあの全体のアンサンブルだけではなくて例えばあのー、ねマリオン・ブラウンだったりとか他のの、ね、奏者のこうサックスあるいはまあフレディ・ハバードだったり管楽器のね アドリブの違いみたいなのもだんだん耳がいくようになってくるとそれはそれで聞き分ける楽しみみたいなのも出てきたりもするので、まあ、そこまで普通やんねえだろうっていう人がほとんどだと思うんですけれどもでもやっぱり私の場合はなんかそういう無駄なことって言うとあれですけれども非生産的なまあ非生産的ではないかなだけどもなんかね、うん 何かががああるるはずだっていうのが前提にあるんですよ自分の感性を捉えきれないものっていうのはただ自分の感性がタコなだけでやっぱり表現者は何らかの意図があったはずだしそれが商品として流通している以上は何か自分の。 狭い、ね、器、キャパだけでは捉えきれない何かがあるんだって思っちゃうタイプなんですね、私は。だから、なんとなくね、自分の中で理解できるとまではいきませんけど、ちょっと腑に落ちるまではなんか聞、ね、いちゃうんですよね。まあ、そこが私のいいところであり、悪いところでもあるのかもしれませんけど、鬱陶しいところかもしれませんけどね。でもまあ、非常に真っ当なご意見だと思います。ありがとうございます。 で、次が、マイルス・デビスはどれくらいマッコイ・タイナーのピアノを嫌っていたかというタイトルの動画にいただいたコメントですね。で、このペッタン・コパルさん。ペッタン・コパルさん。面白い。ペッタン・コパルさんからのコメントです。そこでマイルスがマッコイにこだわるあたり、逆にマッコイすごいなとマッコイのファンとして誇らしいです。<laughs> 確かにね。そうだね。嫌い嫌いも,よも好きなうちってありますからね。本当にね。 あのマザー・テレサじゃないですけれども愛情の反対は無関心ですからねから無関心ではなかったマイルスも可愛いぞって思いますけれどもね <laughs> ぺったんコパルさんどうもありがとうございます。あちなみにマザーテレサが言っ たことにはなってますけど愛情の反対は無関心でであるでもマザー・テレサの言葉じゃなくてマザー・テレサが何か聖書かどなたか聖職者の方の有名な言葉を引用したことでマザー・テレサが喋ったことで有名になった言葉らしいですけれどもねすいませんあんまりちょっとキリスト教に詳しくない私なので申し訳ないって感じですけど。 で次、あまたカイザー・シグマンドさんからのコメントですね。ありがとうございます。えー、マイルセービスはどれくらいマッコイ・タイナーのピアノを嫌っていたかにいただいたコメントですね。マッコイ好きですよ。マッコイ参加のコルトレーンの諸作品は言うまでもなく、フライウィザ・ウィンドやイナ・ボイシーズはよく来ますよ。マイルセービスがマッコイのピアノを嫌うというのは相性の問題ですかね。 そうだと思いますあフライ・ウィザー・ウィンド好きなんだ、私もフライ・ウィザー・ウィンド大好きですね。本当、これはね、有志妃の伊藤でもよく聞かせてもらって、周りの人からちょっと白い目で見られたりもしましたけれどもね、リクエストしてね。あと、まあ、マッコイのピアノを嫌うというのは相性の問題ですかねそう、相性もありますし、これ、ビジネスモデルのあれなんですよね違いなんですよね。つまり 一口にラーメンといっても、まあ、さっきほら蒙古タンメンの話出したのでちょっとまたラーメンの話なんですけれどもやっぱりほらラーメンによってもうちはもうこてこての濃厚豚骨ラーメンで行くぞっていうビジネスモデルもあればうちはあっさり醤油系のラーメンで行かせてもらいますっていうラーメン屋さんもあったりもするじゃないですかだからあのー ね、薄い出汁を取ったそういう透明なすごく薄味なんだけれどもコクのある出汁で勝負をしているラーメン屋さんがとんこつコってこてのとんこつラーメン屋さんを批判してもしょうがないんですよねだってもうスタイルが違うというかもうビジネスモデルが違うメニューが違うレシピが違う勝負の土俵がもうまるで違うったりするのでねだからラーメン屋マイルスはラマイルスラーメン店は こうどちらかととというとあっさりとしたですねあのコクがあるんだけども薄いスープで勝負してそれでスペースを重視したあ,のあんまり具を乗せすぎないでこの麺と麺の間のこうトッピングみたいなトッピングの例えばチャーシューとチャーシューをごってりガーってのせないでトッピングの隙間の美を。 追求すするるラーメン屋さんだとするとあのコルトレーンラーメン屋は麺屋コルトレーンはですねもう濃厚の豚骨だしにですねもう麺もこれでもここかこれでもかとぎゅうぎゅう詰めてですねでさらに背脂をいっぱいババババババ,バってもう丼からはみ出るぐらいつけてですねでさらにラーメン児童よろしくですねもうもやしとか野菜をですねいっぱいもうこっ てこてに氷山のように盛りつけているというスタイルで人気を博しているスタイルのラーメン屋だとすると全く違いますからまあかつては自分の店で修行していたラーメンの修行をしていたコルトレーンが独立してラーメン屋を出したらえー、全然俺が教えたことと違うラーメン屋を。 作り上がってってていうこでも相性の問題もあると思いますけどこれはもう単純にもうビジネスモデルの違いかなと思いますよねでもまあ独立で事故の表現ね築き上げて俺はこういうスタイルでやっていくでこういうやりたいスタイルを理解してくれてそのやりたいスタイル私をうまく盛り上げてくれるのがマッコイだったんだってだからマッコイねまあその後アリス・コルトレーンになっちゃいましたけども でもしばらくはずっとマッコイ使い続けていたのは、まあ、コルトレーンというですねラーメン屋さんはそのスープ職人がすごくいいコテコテの出汁を取ってくれるスープ職人だったんでしょうねだからこそ手放さなかったしすごくいい自分にとっては、ね、もうマイルスからしてみればちょっといまいちだったのでしょうけれどもマッコイタイナのピアノでもコルトレーンにとってはもうバッチリ自分がやりたい表現を本当にうまく支えてくれた あのピアニストだったんじゃないかなと私は思っておりますということで、えー、かきみどうもありがとうございましたで次が、えー、だんだん疲れてきたので、えー、これで最後にしたいと思います鉄男、えー、ナムダスナムナンバさんナムバさんナンバ哲男さんからですかねえー、ああその前にあれかた タカオ尾さんのコメントですね。それに対して難波、えー、さんが、えー、返信してるんですね。ちょっと下から順番にスクロールしてみてるのでごめんなさい。<laughs> えっと、これもマイルス・デイビスはどれくらいマッコイ・タイヤのピアノを嫌っていたのかの動画にいただいたコメントですね。まずはタカオタカオさんからのコメントをお読みいたします。マイルスはそんなこと言ってたんですね。私もマッコイは好きではありません。マイルスが言ったことと同じことをずっと感じていました。 的確な表現をしてくれましたね。マッコイは年をとっても全く同じ演奏円熟味とか味とか全然感じられません。ピアニストとして結局あそこ止まりでした。というコメントでした。まあ、そう感じになるのもごもっともだと思いますし。しまあ、そういう方がいて当然だとも思います。まあ、私はね、あのさっき言った通り、フライウィズザウィンドとかサハラ好きな人だったりもするので、まあ、マッコイはあの嫌いではなくて、むしろ好きなんですけれどもだけど、そのマッコイの？ そういういマイルスが言っている表現も的確だとは思ってるんですねあとはまあ好き嫌いの問題だとは思うんですけれどもねであの高尾高尾さんのおっしゃっている、ね、晩年になってもっていう話全くあのサンフランシスコでのライブソロライブも私持っててたまに聞くんですけれどもまあねかつての力強いタッチのタッチだった自分をセルフコピーしているような感じがして。 こう言っちゃとってもも失礼かもしれません。ちょっと痛々しさも感じてしまったりもしましたねミスタッチも多いですしねだけどミスタッチが多いとかねそういうかつての自分を一生懸命コピーしていようとしている姿を批判するわけでも全然なくてですねそういうところもあのピアニストマッコイ・タイナーのいいところだなと思ってますつまり晩年のバド・パウエルつまりヨーロッパから古巣ニューヨークに戻って あと昨日例えばリターン・オブ・バド・パウエルみたいなねそういう表現のたどたどしさみたいなかつてのひらめきは全く失せてしまっていてもうミスタッチの連続もうちょっとリズムに乗り遅れているところすらあるぞっていうバド・パウエルのピアノすらも愛おしくなるような感じで結構サンフランシスコのライブも私は割と好きですねだけどあの全くあの感じてることは一緒ですだからあとはもうほんと好き嫌いかなとは思いますけどもね でそれで、また、あの高尾高尾さんがその動画に追伸を書きになられていますね。そういえば、マッコイは、記憶が確かなら、キース・ジャレットがケルムコンサートしたあたりで、彼はまだ若いなんて言っていたと思う。あ、そうなんですか。すでにピアニストとしては超えられてしまっていたと思うのだけれども、記憶が間違っていたらごめんなさい。へえ、そうだったんだ。キースのことをそういう目で見てたの。彼はまだ若いみたいな <laughs>。ある意味、上から目線だったんですかね。へえ。 貴重なあれありりががととううごござざいいまますすコメントそれに対して鉄男難波さんからの、ね、コメントもいただいております昔マッコイのソロピアノをライブで見たことがありますがあまりにつまらない演奏でした当時ジャズ奏者を目指していた僕はコルトレーンに浸水していたのでそれはショッキングの出来事でしたコルトレーンのいないマッコイは饒舌なだ,だけの不器用なピアニスト だと思いますあ。やっぱりお感じになられてることわりと高尾高尾さんと同じなんですね私ソロのマッコイじゃなくてね一回トリオのマッコイ聴きに行った記憶確かブルーノート東京だったと思うんですけども、ね、ルイス・ナッシュだったかなその時は結構楽しめた記憶があります結構バンバン、ね、力強くエキサイティングに弾いていてで確かちょっと うろ覚えで他のピアニストだったらちょっとあれ、ね、ごめんなさいですけど「モーメンツノーティス」にもチャレンジしてたような気がするんですね「ああモーメンツノーティスか」確かコルトレーンの「ブルートレイン」だとあの時ケニー・ドリューのピアノだったがマッコイみたいは「モーメンツノーティス」弾いてなかったしなでそれマッコイが「モーメンツノーティス」あのコードが激変でも変わりまくるあの難曲ね弾きまくってくれて嬉しいぞと思った記憶ありますねあでもよくよく考えてそのあとで私気がついたんですけれども あのトニー・ウィリアムスともやってるんですよね、「モーメンツ・ノーティス」ね、確かにあれはめちゃくちゃすごかったなって、トニーのドラムがって感じでしたけれどもね、うん、あそうなんだ、ソロの、どれ、いつぐらいの時期のソロライブなんですかね、やっぱりね、多分あとは本当にそれを好きと感じるのか、嫌いと感じるかだけの差なんですけれども、多分私がソロアルバム、マッコイのソロ・イン・サンフランシスコのライブで、 感じた印象と多分同じじような感じだったのかもしれませんねということで書き込みどうもありがとうございましたということでもうそろそろ50分過ぎてきたのでもうこのまま行くとなんかね1時間過ぎてしまいそうな予感なのであと腹も減ってきたということもありまして今日はこの辺で切り上げさせていただこうかなと思っておりますまだまだねちょっとコメント追いついていませんけれどもコメントの紹介まあもしかしたら うんもう全部紹介してると多分追いつかないぞって気に入ったコメントだけ <laughs> ピックアップしようかななんて思ってはいますけれども、まあ、気が向いたらまたですねコメント返しの動画を録音してアップしていきたいと思います、えー、コメントくださった皆様どうもありがとうございますでまた視聴してくださっている皆さんあるいは、まあ、ここまでですねお聞きくださった皆さんどうも本当にありがとうございます感謝感激雨あられでございますということで よろしければ他の動画も聞いていただければと思います。ということでまた別な動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。